江口の北川です。さあ、今日はですね、お魚やイカ、いわゆる魚介類ですね、これを生きたまま食べる踊り食い動画というのをですね、あげている YouTuber さんいるんですけども、これがそもそも動物愛護法に違反しないかどうかについて解説をさせていただきます。さて、なぜこれをですね、解説させていただくかというと、今ですね、韓国の YouTuber さんが、イカをですね、生きたまま調理して、それを豪快に食べる動画がですね、実は韓国の方で炎上しているらしいんです。 動画を見た方たちの意見の中にはですね、まあ、ちょっとグロテスクだ動物虐待だみたいなねネガティブな意見をする方がいらっしゃいますで、まあ、日本でもですね踊り食い動画を上げているのが何人かねいらっしゃいましたので、まあ、そもそも動物愛護法に違反しないのかについてもう今日簡単に解説をさせていただきたいなと思います是非ね自分のペットを動画に上げている方いらっしゃいましたらこの動画を介して動物愛護法について是非勉強してみてください right, s go. <S さて動物愛護法 法という法律があります。動物の所有者ね。管理している人まあ、飼っている人ですね。飼っている人は適切にその動物をですね。飼育しなきゃいけない。適切に管理しなきゃいけない。それによって他人様に迷惑を与えないようにしてくださいね。というようなまあ、法律だと思ってください。これたまにね。ニュースとかで自分の飼っている。そのインコとかね。あの犬とか猫とかにちょっと虐待を与えて動物愛護法違反で逮捕されたみたいなね。事案もあります。注意しなければいけませんで、先ほど申し上げた。 ね、動物の所有者、占有者、ね、管理者は適切に動物を管理しなきゃいけないよというふうにあるのかなを動物っていうのにはこれはね魚とか、まあ、ただ魚介類ですねこういうのも含まれると思っていただいて結構ですただですねこの動物愛護法の中で定義されている動物という部分とその中の愛護動物っていうのでちょっとですね基準が違うんですねこのですね動物愛護法で定められている動物の中の愛護動物に該当する 動物に関しては殺傷行為ですとか虐待行為は禁止されてなおかつ罰則もあるということになってるんですねじゃあこの愛護動物何があるかっていうと牛、馬、羊、ヤギ、犬、猫、うさぎ、鶏、鶏 ハトアヒル。これらはですね、家で飼ってようが、いわゆるその野良であろうが、これは動物愛護法の愛護動物に該当するということになるんですね。あとはですね、人が飼っている動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類、 これも愛護動物に該当するよということになってるんですね。これらの動物をね、虐待してしまうと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という大変重い罪になります。ですので、この中に含まれていない、ね、自分の飼っているお魚ですとかね、あとはそのイカとかタコとか、そういった今、魚,魚介類って言っちゃいますけど、魚介類関係は、この動物愛護法の愛護動物には一応該当しないということになってるんですね。ですので、今のところは、例えば生きたね、魚を かっさばいたりですとかあとはそのイカとかタコとかをねその生きたまま踊り食いとかでね切って食べるとかっていうのは動物愛護法上の違反にはならないと。 いうことにはなります。ですので、これはもうマナーというかね、まあちょっと倫理観というか、もう各 YouTuber さんがどうなった形でね、動画としてそのアップロードするかの話になってくると思います。場合によってはですね、YouTube 側がですね、広告をつけなかったりとかね、場合によってはその、えっ、ー、と、動画をね、その廃止したりとかね、する場合がありますので、これね、配慮しながら、やっぱり YouTube 動画アップしていただければなと思います。ぜひね、YouTuber の方々は、その再生回数を稼ごう、チャンネル登録者数を増やそうみたいなね、形で、まあ エスカレートしたね動画を上げすぎないようにに適切にね動物を扱った動動画ににすするよううししままょう以上でございます動物愛護法なんて知りませんでした勉強になったって方いましたらいいねボタンチャンネル登録あとお友達に私のねチャンネルをシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですあとですね私が提供している法律サービスね概要欄にリンク貼っておきますので、ね、ぜひご参照くださいそれでは今日も一日頑張っていきましょうあなたの顧問弁護士北川でございましたさようなら all right ladies and gentlemen boys and girls this program is not about this bike i come cool. all right stay tuned and stay home